目の色やばい人だなぐらいの勢いで出てきましたよね。このまま評価されずに終わったらお笑い界に絶望してしまうとぐらい思ってたんですよ。モグライダーのともしげくんなんてすごく1年間浮かれたかっただろうに浮かれた瞬間井口くんが、おいともしげさん木に足つけてるとか言って言ってくれた。2007年のサンドイッチマンが敗者復活で上がってきて、2006年のチュートリアル完全優勝、真空ジェシカとかが点数振るわなかった時の、うん、伝説とは言われてますけど、そうですね、やっぱ青春時代お笑いになるとやっぱおかしな人生になりますね。本日ですけれども、笑って稼ぐ仕事術という初のご著書を上司されましたお笑いライブ制作 K プロの代表小島喜那さんと、M1 ど真ん中世代、 SNS でもお笑いについて発信し、大喜利短歌の分野でも活躍されている羊のあゆみさんをお招きして、 M1 グランプリ伝説の瞬間というのを二人に話していただきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速好きな瞬間を挙げろと言われたら伝説そう無数に出てしまいますよ ね、 ますもんね、本当に。中でも特に一番好きなのがってことですね、やっぱ2006年のチュートリアル完全優勝。もう京都出身っていうのもあるんで、はい、もう中学生くらいからずっとその KBS 京都っていう、ね、地元のラジオ局でずっとラジオやってたんですよ、はい、チュートリアルが。でそれをずっと聞いてきてたのもあって、で関西の賞レースであらゆる賞レースで2位を取ってる時代が長かったんですよ。で1位フットボールアワー、2位チュートリアルとか、1位ブラックマヨネーズ、2位チュートリアルとかがすごい多かって、それが結構もう長年続いてたんで、はいはい、多分1位になる最後のチャンスぐらいのがこの2006年の回やって、完全優勝ですよ。私もこの回見てて、本当にそのキャラクター以上のなんかもう目の色やばい人だなぐらいの勢いで出てきましたよね。一発目からキャラだけじゃない、うん、そうですよね、本当に危機迫ってる感じがすごかったんですよね。ありましたね、乗り移った感じというか、うん、もう行っちゃってる感じというか、すごかったですよね。すごかったですね。一本目見て、あもう今年優勝はこの人だなって分かる、うんうん、みたいなのがなんかこの回からなんか言われるようになった感じしますよね。なんか分かりやすい爆発という感じでしたよね、うん、たまたまフットボールアワーもそう、うんうんうん、初めて優勝者が再挑戦という形で初めてこの1位2位が逆転する感じね、うん、関西で負け続けてた相手にというそこ込みで熱いんですよ。この回が本当に確かに激アツですね。その熱いんですよ。関西ってその賞レースの文化が今までもその古くからあるから、うんうん、その流れをずっとこうやって見てきた方からしたらもう激アツですよね。そうなんです。で前の年のブラックマヨネーズも、うんまあ、同じ京都でずっと同じ時代でやってて、はい、そこにも先を越されてっていう悔しさもあったみたいなんで、インタビューとか見てても思い出してもまだ嬉しいぐらいでした。今嬉しい。17年経ってまた嬉しい。やっぱりチュートリアルさんって漫才の綺麗さとかその、まあ、見た目のかっこよさとかももちろん言われますけど、やっぱり漫才の面白さというか、うんうん、そこの部分がすごく際立って、特に M1 でなんかベストを出した感じが、いや本当に瞬間最大風速というか、うんうん、そうなんですよ、うんうん、完全優勝なんで、うんうん、ファーストラウンドで全審査員が1位の点数つけて、最終決戦でも7人全員が満票っていうのは、後にも先にもまだこの年だけっていうのがすごいですよ。ミルクボーイもそうなんですよ、うん、めちゃくちゃ好きやったんですよ、はい、割と昔からね。あ結構注目されてたんですか。いやそうなんですよ、結構2010年とかに確か ABC っていう関西の賞レースの決勝には来てて、うん、でもうその頃からあの同じ形の漫才をやってて、うん、何やったらもう大学生ぐらいからやってたらしいんですけど、うん、ただその関西の賞レースやと2012年とかに決勝来たのが最後で、その時もその賞は取れず で、まあ、本人も言うように割とくすぶってる時代が長かったんですよ、うん、2015-16 とかもあの M1 の予選見に行って、はいはい、僕あのシステムがめっちゃ好きやったんで、めちゃくちゃ面白いのにと思いながら、まあ、毎年3回戦準々決勝まで来るんですけど、なかなかそっから上がっていうのがなくて、このまま評価されずに終わったらお笑い界に絶望してしまうとぐらい思ってたんですよ。マジであのシステム自体はそうすごいなと思ってて、やっぱ M1 で評価されるかされないかってやっぱ劇場を沸かせてるのとまたちょっと違う評価の仕方というか、そうなんですよね、そこでやっぱ認められたいってありますよね、うんうんうん、まさかその史上最高得点出すくらいまで磨き上げると思ってなかったんで、うん、そこのなんか1年間の
磨き方が本当すごかったんやろうなっていうのは、うん、私東京出身なんですけど、はいはい、やっぱり本当にザ・漫才師みたいな人がなんか久しぶりに出てきた感じというか、うんうんうん、なんかそれがちょっとかっこよかったし異質だった感じがありますねミルクボーイさんは。あの年本当なんか出順も完璧やったんですよね、うん、もうエミクジなんで本当になんか一番爆発するタイミングで出てきたなという感じやったんで、うん、なんか見ててワクワクしましたもんね。いやこの年すごかったんですよ、うん、結構初出場が多くて、ただ序盤にそのかまいたち和牛という超強力な2組がめちゃくちゃ高い点数出して、うんうん、でそれにその初出場組がどこまで対抗できるかみたいな年やったんですけど、ここら辺がこう優勝をやっぱしてほしいっていう熱もファンの中からも感じられてた年で、ミルクボーイさんがバンって取った感じですよね。いやすごかったな、うん、しみじみと思い出せる。データ見てて、うん、一番低いのが96点ですよ。いやそうなんですよ、すごいですよね。96点から99点、ある意味審査員がもうみんな参りましたって言ったような漫才ですよね。そうですよね。まあ、私はもう何と言ってもやっぱりウエストランドさんの優勝はしびれましたね。それこそ事務所で一緒にスタッフと見てたんですけど、テレビでまさか行くと思わなかったじゃないですけど、まあ、次の日負けちゃったよ、なんだよこれとか、なんかこんだけ頑張ったのにこれなのかよみたいないつもの愚痴を言って、また井口くんがライブ会場来てくれるんじゃないかなぐらいの感じで、まあ、頑張れとか言いながらこう応援はしてたつもりだったんですけど、すごい受け入れられてるぞ。でまたその前々年度の時に、まあ、見せてた、まあ、ウエストランドさんの決勝を1回行ってるっていうのももちろんありましたし、でもなんか、あ、今年ちょっと本当にこれ取っちゃう流れなんじゃない、こうもう番組見てて思ったというか、誰が主役になってもおかしくないっていうのがやっぱ M1 だと思うんですけど、あ、これウエストランド主役の回だ、こう漫才を見ながら思えたっていうのがすごく印象に残ってて衝撃的でしたね。こうずっとその前の年にあのモグライダーさんとか真空ジェシカさんとか、まあ、いつもオズワルドさん、インディアンスさんとかニューヨークさんとか、そのみんな仲がいいメンバーがこう M1 の決勝の常連になってた時に、井口くんが言ってたその地に足つけろっていう名言があるんですけど、その決勝に行っても優勝できなかったら浮かれててもしょうがないんだぞってことを1年間ずっと楽屋で言ってくれてて、多分モグライダーのともしげくんなんて多分すごく1年間浮かれたかっただろうに浮かれた瞬間、ちょっと後輩に何か言ってる瞬間、もう井口くんが、おい、ともしげさん、地に足つけてるとか言って言ってくれたら、あ、はい、わかりましたとか言って、調子乗らないようにしますみたいな、なんかそれをやっぱずっと言っててくれての優勝、自分たちが優勝で、優勝した後もライブに変わらず出てくれて、やっぱり地に足つけるじゃないですけど、やっぱ漫才師としてのこの先の在り方をちゃんと舞台で新しいネタ作ったりとか、漫才師としてこう見せていくっていう方にちゃんと切り替えてくれたウエストランドさんの勝ち方はもうなんか痺れましたね。すごい、ちょっと人気出てきた若手とかをずっとこう嫌味でぐちぐち言ってるっていうだけではあるんですけどでもなんかそれがないと本当にあのただの人気商売になっちゃうところを、やっぱり芸事をちゃんと磨くことの大事さみたいなのをこう言い続けての優勝っていうのがすごく印象的だったのと、あともう皆さんも言われてますけど、あの太志くんの綺麗な涙っていうあれは未だに新鮮にいじられてますねなんでお前が泣くんだよっていう、うん、やっぱり漫才師の人って一番を取ってなんぼなんだなっていう、なんか M1 で戦ってる方たちの気持ちがなんか本当に身近な形で伝わった回だったなって思いました。もうみんな、あ、これ優勝するよ優勝するよって言ってて、私はもうなんかどっちも信じられないというか、優勝しそうだけど優勝しなかった時のこのこうずっと一緒にやってきた分のぬか喜びになっちゃう自分もすごく悲しいので、いや、まだわかんない、まだわかんない、ちゃんと見て応援しようっていうのをずっと私は言ってた感じで、でもスタッフはみんな浮かれてました、これ絶対来たぞみたいなでも やっぱ嬉しかったですね、審査員の皆さんが笑ってるっていうのだけでも嬉しかったし、今改めて点数見たら、うん、1本目は3位の点数やったんですね。ファーストラウンド最後の出番で、最終決戦また1組目やったんで、もう8分ネタやってるぐらいの勢い持続したままっていうのが、うんうんうん、その M1 こんだけ好きやのに、その M1 が嫌いって言ったところでもう拍手して笑ってしまうっていうそのテレビ見てる時に本当に魂の叫びという感じで、うんうん、愛憎入り混じってる感じの
まあそこでちょっとこれは決まったかもっていうぐらいは僕も思いましたね、見てての、うんうん、アナザーストーリーとかね、アナザーストーリーも嫌い、 R1 のことも R1 には夢がないっていう、そうですね、相当なこと言ってるはずなんですけどね、相当言ってましたちゃんとその後 YouTuber が捕まり始めてるし、うん、予言漫才、予言込みですごいですそうなんですよね、でやってることが多分普段のライブシーンで見せてくれてるネタと、うんうん、対して変わらず本当にウエストランドっていう漫才を確立して大舞台に立ったっていうところがやっぱ他とちょっと違うというか、あまりこう時間とかもこう気にせずというかできたのもいいかなっていうのと、まあ本当 K プロのライブの話ですけど、いつもウエストランドさんの前は虹の黄昏さんとかランジャタイさんとかちょっと場を荒らすような芸人さんを必ずネタ順で交番順でやらせてて、その後にウエストランドさんやる、トータル10分の尺なのに前の組がもう7分やっちゃったから、じゃあもう3分で収めようみたいな、なんかそういう調整の仕方も普段から日常的にウエストランドさんやってくれてて、なんかそれも合わせてなんかこう器用になってたのがいつの間にかっていう、最後はキューとウエストランドが最後残って、はい、そうですね、まあ、タイタンさんから2組っていうのも今年すごかったですけど、うん、それもちょっとびっくりしました。それのうちどっちから行くのかとかにもね、やっぱギリギリまでみくじわからないから、うん、さやかさんとかもやっぱその後の活躍もそうですけど、やっぱりどうなるかわからないというか、どっちが優勝しててもおかしくない大会ではあった感じ、すごいレベル高かったなという、うん、中学生とかやったと思うんですけど、うん、もうコンバトとか見て大好きやったんで、アンタッチャブルが、はい、絶対いつか決勝に来ると思ってて、うんうん、中学生ですよね、中学生、中1とかかもしれないです、うんうん、2003年今年こそ決勝来るぞと思ったら、最初の発表されたところには名前なくて、いや敗者復活で来るみたいなことをずっと姉に言ってたんですよで発表で本当にアンタッチャブルって呼ばれたんで、なっていう、家でテレビ見ながら、うん、敗者復活上がってきてそのまま3位に食い込むんですけど、うんうん、スタッフも想定してなかったのか分かんないですけど、本当にホワイトボードにマジックでサササッと手書きしたやつが得点ボードに貼り付けられるんですよ、うんうん、今見て本当中学生が書いたみたいにしてアンタッチャブルって書かれてて初期の雑さ込みで、うんうんうん、めっちゃいいシーンなんですよあれ、うん、確かにそうですね、初期の頃の M1 って今思うとあまりこうシステム化されてなかったというか、そうそう、うん、そうなんですよね、うんうん、だから東京組からするとやっぱおぎやはぎさんが初回でボコボコにされた感じ、うん、そうですね、あれがもう衝撃的すぎて、うん、あんな面白いのにこんな風にされるんだっていうのを巻き返してくれたのがアンタッチャブルさんの、確かにそうですよね、うん、2004年とかも一気に関東勢増えてって感じでしたね、そうですね、アンタッチャブルさんが優勝する年に、そうですね、そこからちょっとやっぱりこう東京の漫才の凄さみたいなのが出てきた感じが、印象深いで言うとそれは男子師匠になってくるんですけどもう間違いないですよね、間違いなく10点刻みの、そう、うんうんうん、確か3段階評価じゃなかったかな、うんうん、そうなんですよ、50、70、80の3段階で評価するっていう、うんうん、でもなんかそれも多分自分たちのこうお笑いの見方というか、うんうんうん、多分意地悪とかじゃないですよね、ではないですよね、本当に信念にのっとってやってる感じですよね、そう、のっとってやってる感じが、まあ、でも本当こうやって今思うと青島幸男さんとか、その多岐にわたる方がやっぱね、テレビでも第一線で活躍されてる方とかももちろんいらっしゃったっていうのと、そうですね、最近のチャンピオンの方たちの説得力みたいな、いやそうですよね、それもすごくありますね、毎回出て花輪さんは必ずコメント聞きたいなっていう、そう、そうですね、やっぱり今東京のこう若手はナイツさんに結構お世話にはなっているし、うん、憧れの漫才というか将来はこういうふうにこう進んでいくのかなっていう道しるべにもなってるので、結構花輪さんの言葉とか感想は聞きたがってると思いますね、うん、ネタよりも何やったらその点数出るとこを中心に、はい、理解してしまうぐらいなんですよ、リアクションがやっぱり2007年のそのサンドイッチマンが敗者復活で上がってきて、はい、でドンと1位になった時の富澤さんのガッツポーズが M1 史上一番かっこいいと思ってるんです、拳突き上げるシーンとかがかっこよすぎるんですよね、あれ何回も見てしまう、今までのその苦労してきた中でのっていうのもすごくありますもんね、めっちゃ細かいのと、2010年のスリムクラブの点数出た時にちょっと前田さんが涙ぐむというか、結構もうグッと来てる表情で、あんなにちょっと漫才中はあれじゃないですか、
なんですごいキャラに憑依してるんですけど、その点数出た時の表情がめっちゃ人間味ある感じとかが、うんうん、今までの苦労とかも多分あったやろうっていうのが詰まってて、私やっぱちょっと近いですけど真空ジェシカとかがちょっと点数振るわなかった時の、うんうん、あの川北くんの全然こう普段と変わらないけどちょっとムッとしたような顔、こう 裏に詰まってる顔、言いたげな顔みたいなのはすごい印象残ってます。やっぱあれだけネタに、まあ、向き合うというよりはもう向き合うのがかっこ悪いから向き合ってるふりはしないし、いつもふざけてる感じに見えるけど実はやっぱ漫才に熱いみたいな部分が、あの時の点数出てきた瞬間のこう言われようにムッとした感じすごく印象残ってますね。本当テレビじゃなかったらもっと多分ボロクソ言ってたかもしれないぐらいのめちゃくちゃ怒ってんじゃないかなみたいな感じのところもありつつも、なんかちゃんと M1 の価値をちゃんとこう自分たちでも持ってて下げずにちゃんと真摯に向き合ってる姿見せたっていうのはいいなと思いますね。もうみんなお疲れですね。もうお疲れ、頑張ってたねっていう、まあ面白かったよとかももちろん声はかけるし、まあ本当素直にこっちももう正直に言うしかないなっていう雰囲気はありますね。みんなやっぱ興味津々に裏だとなんて言われてたとか聞いたりもしつつ、あのその中でやっぱライブにまた1年ライブで頑張んなきゃいけないのかよ、しんどかったこの M1 に向けての1年間がまた繰り返されるよって、優勝しないと終わらないのかよ、この辛さを感じさせないように、私たちはやっぱその決勝に行ったとかそういう結果残したでもうちゃんとステップアップしてってるんだよっていうのをライブで見せていかなきゃいけないなっていうのを改めて身が引き締まる思いというか、そこは感じますね。芸人さんの成長にちゃんとライブもついていかなきゃいけないなと思いますね。2017年のジャルジャルがこの、はい、確か取り出番で暫定6位とかやったのかな。結構やっぱポーカーフェイスじゃないですか、2人とも後藤さんも福徳さんも、うんうん、で本当に福徳さんの悔しそうな表情というか、うん、感情むき出しでなかなかあそこまで出す人いないんですけど、うん、本当に悔しいってお客さんにも伝わるぐらいの表情をしてたのがめちゃくちゃ印象深いんですよね。1年間どんだけかけてきたかっていうのが分かって、うん、後藤さんは逆にちょっとクールというか受け入れたって表情なのもそこのコントラストもめっちゃ良かったんですよ、うん、映画以上のドラマ感というか、やっぱその人たちのね、あれですよね、1年間というか本当芸人人生が詰まってる顔をしてくれるから、うん、ちょっとそうですね、そういう細かいところとかも視聴者の方にはもっと見てほしいですよね、うん、そうなんです、何回でも見られるんですよ、うん、本当に、うん、そうですね、まあ、ユニバースさんとかも M1 にかけてるっていうのを毎年言いつつ、ダメだったとかやったとかやっぱちゃんと一喜一憂しつつ、こんなに素直な人なんだって逆に思っちゃうぐらい M1 に対してはすごく素直なところを見せてくれるので応援したくなるような方ですよね。あーそうですね、無限にあるなもうあのいいなと思った自分からで全然いいです。だから優勝ではないネタで言うと、うん、この笑い飯の奈良県立歴史民族博物館、あれは伝説とは言われてますけど、そうですね、伝説だし、すごかったですよね。お笑いの教科書に載りそうだけど載せても意味がわからないみたいな、うんうん、そうそうそう応用が効かなさすぎるんだけど、ね、無視するわけにもいかない、うもうこういうのがあったっていうのはすごくありますよね、うん、西田さんがしゃがんだ瞬間の、うんうん、何が起こるんやっていうあの感覚、うんうん、結構、まあ、見てた当時まだ子供やったと思うんですけど、なんかすごいの見てるっていう感覚がすごいあった、覚えてますね、うんうん、その笑い飯の哲夫さんがその当時準決勝が大阪東京に分かれて行われてて、うんうん、で大阪が終わって、はい、まだ東京やってない結果出てないって段階で、うんうん、東京に一人前乗りしてくるって回があったんですよ、これエグいなと思って、うん、そう結果出てない、まだ決勝行ってるか分かんないけどもう確信して一人東京に前乗りしてきたっていうところが確か、うんうん、事前番組かなんかで見て、どえらいことしてるなこの人と思った記憶があって、そうですね、なんか僕の記憶がまだ幻想やと申し訳ないんですけど、うんうんあれすごいなと思って、なんかぺこぱさんが出た時の傷つけない笑いみたいな、うんうんうん、その新しい新語が出てきたっていう、はいはいはい、あの感じというか、まあ、あれも別にそういう漫才っていうだけではあるんですけど、なんかそれがちょっとブームになったっていう、うんうんうん、
こからウエストランドにつながるっていうところもあ、うん、そうですねカウンターとしてそうですね、それがあったっていうのと、うん、何週か回ったカウンターとして、うん、ちょっとイレギュラーで言うと鉄腕だともなんでだろうっていう、うん、今リストを見ててそうですね、確かにここに入ってるのが面白いですよね、うん、なんか修学旅行の下りかなんかでがっつりこう荷物持ってくる下りがあって、あ、はい、ちょうどそれを見たのが漫才論争が起きた後やったんで過去の M1 にはこんなシーンがあるんや、うん、そうなんですよね、それを M1 が決勝まで行かせる、うん、漫才としてたのがすごいですよ。あと南海キャンディーズさんが出てきた時に、うん、それまであまりこう知らなかったというか、正直、まあ、あの劇場、大阪の劇場に立たれてるとかは知ってたんですけど、うん、あ、テレビでこんなにゆっくり言葉をこう選んで、うん、こう綺麗に言葉をこう発する漫才、ちょっと遅れたテンポの漫才みたいなのはなんか初めて見たけど、すごく良かったですね。なんかあの心に止まるというか、心の印象に残るような一言一言を言うところがすごく良かったですね。まあでもやっぱチュートリアルさんのその冷蔵庫とチリンチリンはもうなんか本当にすごい印象ですね。2006年でいうとやっぱりザ・プラン9が今でもコンビ以外では唯一なんですよ、うんうん、確かに5人組で、そうですね、そうトリオのファイナリストすらいないんで、2人コンビ以外はこの年のプラン9のみなんですよ、まだ、うんうん、今でこそダウ9万5人とかで出てるけど、うん、そうですね、遡るとすでに5人のファイナリストがいるっていうのもすごいですよね、うん、好きに喋らせてもらったんで大丈夫かなという感じなんですけどそうですね、なんかもう一回見返したくなっちゃいましたね、うんうん、そうなんですよ、この今のまさにこの時期、ちょっと過去の見直そうかなってしまう、してしまう感じがありますよね、うんうん、ありますね、うん、あとまあネタ本編もそうなんですけど、その前後とか の、まあ悔しがってる顔、緊張してる出番前の顔とかをもう一人ずつ一時停止しながらみんなの待ってる、えみくじ待ってるとことかをこう見ちゃうような感じですね。えみくじで送り出すのもいいですよね、うん、みんながいい、ね、トップバッター引いてしまったけど、うん、行ってこいみたいな感じで、うん、確かにそれがなんかその一個前の世代の M1 とのちょっと違う、そうそう、いいかもしれないですね。昔はね、うん、昔はやっぱちょっとピリピリしてるっていうのが M1 だったけど、うんうん、やっぱりその新しい世代の M1 はこうみんなでこう戦っていい、うん、いい勝負をしよう、伝説の回にするぞみたいな、ね、うん、一体感ありますよね。ありますね、うん、さんはもうちょっと心配してそうですね、みんなのこのメンタルじゃないですけど、ライブシーンのみんなの、まあ、勝った人も負けた人もこうメンタルどんどん上げてって、まあ、もちろん今年と来年につなげていくっていうのを仕事にしたいなと思ってます。今日は貴重なお忙しい中お時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。